住吉駅は東京都江東区にある東京都交通局、東京地下鉄の駅である。都営地下鉄の新宿線と東京メトロの半蔵門線が乗り入れ、接続駅となっている。それぞれに駅番号が割り当てられており、新宿線が S13、半蔵門線が Z12 である。所在地は東京都交通局が住吉2丁目、東京メトロが 猿へ二丁目となっている。新大京通りと四つ目通りの交差点の下に駅がある。中柱のある相対式ホーム二面二線を有する地下駅である。新宿寄りに非常時折開始運転用の片渡り線が設置されている。半蔵門線が開業するまで改札口は地下1階にあったが、開業後は半蔵門線との乗り換えの便利を図る目的で、 地下2階に移転し、同時に地下1階の全体が改札外コンコースとなった。移転後は改札口が方面別とされ、一度改札を通過すると、反対側のホームには直接連絡はしていない構造となっている。乗り場2層構造の地下駅で、地下3階が1番線、地下4階が2番線であり、それぞれ島式ホーム1面2線となっている。 片側は留置線として使われているため、フェンスが設けられて、旅客用としては使われていないが、有楽町線の延伸計画に対応した設計となっている。留置線は主に、押上駅、清澄白川駅終着列車の改装に利用され、当駅終着列車の設定はないが、渋谷方面への当駅始発列車が、平日2本と休日1本設定されている。 なお配線の都合上、地下3階留置線からの出庫時、地下4階留置線への入庫時には、禁止町側の本線上で折り返しを行う。改札口は地下2階に2カ所設置されており、都営新宿線へも同一フロアで乗り換えることが可能である。ただし、前期したように、都営新宿線は改札内で反対側のホームに直接連絡していない。当駅は日本橋駅。 つとむ関区住吉地域として近隣の駅を管理している。2番線ホーム面の深さはマイナス31.0メートルであり、東京の地下鉄で最も標高の低い場所に位置する。乗り場発車メロディ2018年9月13日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線が深呼吸、2番線が花霞である。近年の1日平均乗降 乗車人員推移は、下表の通りである。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。最寄りの停留所は、住吉駅前となる。都営バスにより運行される以下の路線が発着する。出店、ありがとうございます。